続いては人間の欲望を満たす実験企画。皆さん想像してみてください。ある部屋に通されると、机の上にはケーキの箱、それを持ち上げると中からご覧のような赤いボタンが出現。これあなたなら押しますか？ボタンというのは見たら押してしまいますね。これ人間の本質です。で、赤っていうのはもともとですね、もともと進化的に行った時に果物を我々は求めるんです。で、葉っぱの中に赤いものっていうのは果物なんで、こっち取るっていう。先生がもしあったら押しちゃいますか？もちろん外にしちゃった。何が起こるかは予測不能だが、押さずにはいられない赤いボタン。禁断の果たして押したい欲望を抑えられるか。美女たちが赤いボタンに最初の美女は現在バラエティで大活躍のハーフタレント、シェリー。美女たちには CM の仕事が来たと偽り、撮影スタジオに呼び出した。通されたのは小道具部屋。ちょっと衣装多分5分ぐらい、はい。それでは実験スタート。入室から5分、ケーキの箱に手が伸びた。お風呂かな。自分への差し入れだと思うのが芸能人。まあまあ、まあ、こう置いてある。そうだよね。不幸につながる赤いボタン。しかも2度3度と押すたびにその不幸は加速する。え、シェリー、押さずにいられるか。明らかにおかしい。押した。衝撃コード発動。このミコバズーカ発射。欲望が招いた悲劇。騙された大賞2019。正直寒いです。もう一度すいません。もう一度、もう一回、はい、今の気持ちをカメラに向かって言えばいいですか？そうです。違うこと言った方がいいってことですよね、きっと。今のはちょっと使いづらいっていうことですか？そうです。続いてエジプトとなるのはアラサー美女4人組マックス。ようやるな。でもボタンの誘惑に勝つことができるか。と、ここでリナがお手洗いへ向かおうとする。ん？あ、押す？引く？あ、でもいいよ。そういえばこの部屋には怪しいものがもう一つ。すごいリちゃん。最後押さずにはいられないはず。これ開くの？え、怖い。なんか怖い。でもよく考えて、これを押さないと多分出れないとね。うん、なんかそんな気がする。開くっきゃない。いいの？いいよ。いいの？私たち開くっきゃない。よし、トラトラ風船発射。
十一です。ありがとうございます。2011だって。あー、誰だもされた。あたしたち。ロックスーパー美のカリスマ一行。こっちですか。ちょっとこっちで。あ、本当。ここで待ってればいい。はい。実験スタート。なんか気持ち悪い。食べて。すると早くもパンドラの箱に手が伸びる。押してはいけない不幸につながる赤いボタン。こうなるよ。怪しげな空気を察知したのか、部屋の中をチェックし始める。ベテラン。絵が気になる。押すんだやっぱ。あ、何？台風発前も前も近かったよな。ごめん。常連ですね。常連だ。はいはい。ちょっと打ち合わせさせていただきます。誰だ。はいはい、すいません。CM の撮影と聞いて張り切る磯野。クリスマス。そしてここからが早かった。早いね。気になるんだね。はい。押した。ちょっと顔や。もう何？お待たせしました。ちょっともう。大丈夫だったのか。マックスは髪吹雪だけど、シェリーは粉なんだね。だってあの風船爆発するときに何。Subscribe now.